はい、皆さん、こんにちは。今日は Python でですね、イメージ、写真ですね、これを取り扱うということをやっていきたいと思いますね。Python の画像処理ライブラリのですね、Pillow というライブラリを使ってですね、写真の取り扱いというのをですね、勉強していきましょう。はい。今日勉強するですね、コードは皆さんに資料にお渡しした通りですが、まずですね、インポートするライブラリーだけちょっと説明していきたいと思いますね。これ前回 TK インターですね、前回ウィンドウを作ってですね、ボタンを配置して、簡易ルーレットというものを作りましたが、その時使ったですね、この TK インターですね、今日もウィンドウの中にですね、写真を、表示させるということをやりますのでね、このまずウィンドウを作る、この TK インターをインポートしていきますね。あとですね、今日はですね、ファイルダイアログというものを開いてですね、そこで、処理する写真ですね、表示する写真、そして画像処理をする写真をですね、選択するということをやっていきます。その時に開くファイルダイアログですね、ファイルダイアログからですね、写真を選択して開くという、そのためにですね、ファイルダイアログを使うための、ライブラリー。これは TK インターの中にありましてですね、TK インター .file dialog、これをインポートします。これはですね、まず FD、FD という名前でね、file dialog を使うためのライブラリをインポートします。そして次は Pillow ですね。Pillow はですね、pil.image、これはイメージファイルですね。写真のファイルを扱うための、ライブラリーです。そして次にインポート pil.imageTK とありますね。これは TK インターでウィンドウを作って、そのウィンドウの中にですね、写真を配置したりしますので、この TK 上に写真を表示したりするためにね、使うライブラリーですね。pli.imageTK。そして、インポート pil.imageFilter。これはですね、読み込んだ写真、これを画像処理するためにですね、今日はいくつかフィルターを使ってみたいと思うんですが、そのフィルターのライブラリーであります、pil.imageFilter、これをインポートしますね。この1、2、3、4、5、5つのライブラリーをインポートして、今日のプログラムを作っていきます。はい。それではですね、早速ですね、スパイダーの方でですね、具体的に説明をしていきたいと思います。まず皆さん、スパイダーを立ち上げてくださいね。はい、スパイダーを立ち上げましたら、まあ、前回の、プロジェクト、のファイルが開くと思うんですが、そこで今日は新しくですね、新しいですね、新規ファイルを開いてですね、皆さんの、プロジェクトのフォルダ、作業のフォルダにですね、名前をつけて保存をしていただきたいと思いますね。まず新しい新規ファイルを作って名前をつけてですね、皆さんの、プロジェクトのファイルに保存をしてください。お願いいたします。はい、そうしましたらですね、今日のプログラム、先ほどお話ししましたようにですね、ここにありますように、TK インターですね。これは TK という名前でですね、インポートします。TK インターファイルダイアログですね。ファイルダイアログを開いて、処理する写真を選択するんですね。そのためのファイルダイアログを使うためのライブラリです。これを FD という名前でね、as FD、FD という名前でインポートします。あとはですね、写真、イメージファイルを扱うための、ライブラリ、Pillow のライブラリですね。画像処理ライブラリ、PIL ですね。Pillow、画像処理をいろいろ行うためのライブラリですけれども、インポート PIL.image、これは写真を取り扱う、PIL、Pillow ですね。そして PIL.imageTK、TK 上でですね、TK で、TK インターでですね、ウィンドウを作って、その中で写真を表示しますのでね、TK 上で写真を扱うためのライブラリ。そして、フィルターですね、画像処理をするための様々なフィルターを使うためのライブラリ。pl.imageFilter。これをこうやってインポートしていきます。でですね、まず最初にですね、前回お話ししました、前回勉強しました、TK を使ってですね、ウィンドウを作るという作業を、まあ一番下でですね、一番下でこの TK を使ってウィンドウを作るという作業をですね、まず必要していくわけですけれども、これ書く順番としてはですね、この上にですね、これは関数です。これどういう関数かっていうと後で説明しますが、これはですね、
指定したファイル名の、指定したファイル名の、イメージファイルですね。写真のファイル。これを開いて、開いてですね。で、必要があれば様々な画像処理をする。大きさを変えたり、フィルターをかけたりとかですね。あるいは、必要な処理をした後、あるファイル名をつけてですね、セーブをしたりとかですね、書き出したりとか、そういう処理をしたりとかですね。ですから指定されたファイル名の、イメージファイル、画像ファイルをですね、読み込んで、様々な処理を加えて、そして、次にですね、表示を担当する関数を呼び出して、表示を担当する関数に、その処理したですね、イメージ、ファイルのオブジェクトをですね、引き渡すという、こういう、そういう関数ですね。で、ここにありますのは、引数として、ここに入っているのはですね、フォトネーム、フォトネームを略して PHNA にしてますけどね、ここには、まあ、写真のパスと名前が入るわけです、ね。同じフォルダーであれば、写真の名前だけでいいですね。イメージファイルの名前だけで結構です。もし違うディレクトリになる場合には、そのディレクトリのパスとファイル名ということになりますね。作業フォルダーに入っているイメージファイルであれば、イメージファイルの名前だけで大丈夫です。そして読み込んで画像処理などを行って、必要な処理を行った後ですね、今度は TK 上に、イメージ、写真をですね、表示させる関数、display、displ という関数にですね、そのオブジェクトを引き渡した。画像の、オブジェクトを引き渡すということですね。そして次のこのですね、df、display ですね、displ、display の、まあ、略した形ですけど、displ、括弧、nim、引数としてですね、これはですね、表示するための、オブジェクト。画像のオブジェクトですね。表示するための画像のオブジェクトをここで受け取るわけです。受け取るわけですね。で、受け取って、まず何をしているかというと、pil.imageTK、先ほど読み込んだライブラリーですね。TK 上でイメージを表示させるための様々なライブラリーです。その中に入っている、.photoimage、photoimage ですね。photoimage。TK 上で、画像をですね、表示させるためのフォトイメージ。そういう、まあ、これ一つの、まあ、クラスの形になってますね。このライブラリの中に入っているクラスと考えていいです。その中にですね、引数に、画像のオブジェクトを入れるわけです。画像のオブジェクトを入れてですね。そして、インスタンス、im データですね。オブジェクトですね。オブジェクトを作るわけです。で、このオブジェクトはですね、この pil.imageTK というですね、ドット、その中に、そこのライブラリに入っているドット、フォトイメージというですね、このクラスですね、要するに TK 上に、フォトイメージをですね、表示させるための、まあそういうクラスですけどね、それに、その引き渡された、今上から引き渡されたですね、イメージのオブジェクトを引数として入れて、新たなこの im データというですね、インスタンスですね、オブジェクトを作り出しているわけです。ですから、このオブジェクトは、ここで設計されたですね、この中で設計されている、様々な関数を使う、メソッドを使えるようになるわけですね。そして次に im ラベルですね、これイメージラベル、im ラベル、イメージラベルですよね。実際にウィンドウの中のラベルに、画像を表示させるわけですけれども、そのイメージラベルっていうのは後でですね、tk で下でこれ設定するわけですけどね。im ラベル、ドットコンフィガー、これでですね、設定をするわけです。ドットコンフィガーで設定してですね、括弧でですね、イメージ、表示するイメージは im データ、ここですね、この上で、設定したですね、tk 上に表示させるイメージ、それをここで、作ったわけですけれども、それをここに代入していると。つまり、im ラベルというラベル上に表示するイメージとして、今、ここの上で作ったですね、pl.imageTK.photoimage で、画像のオブジェクトですね。そうすると、この画像のオブジェクトは TK 上で、TK 上のウィンドウで表示させるようなイメージになってですね、そして様々なメソッドが使える形でのオブジェクトになるわけですね。im データというですね、インスタンスになるわけです。で、このオブジェクト、インスタンスをですね、ラベル上で表示させるためのイメージとして代入するわけですね。代入します。そして最後に、
imlabel.image ですね。imlabel.image という形でですね、ここで、ここにですね、imdata というですね、イメージデータというのをですね、こう代入したですね、すなわち imdata を表示しろということになるわけですね。imlabel.image。このメソッドですね、imlabel.image というメソッドでですね、ここに設定されたこの上の、imlabel.configure image イコール imdata、つまりイメージとして imdata を、代入した、設定した、このラベルに、実際にイメージを表示させると。ここでイメージが、実際に、ウィンドウの中のラベルに表示されるということです。すなわちここの、関数ですね、display.nim というのはですね、渡された、画像のオブジェクトをtk に表示させる形にして、その tk に表示させる形にした画像のオブジェクトを実際にラベルのイメージに代入して、そしてラベル上で表示させると、こういう流れになってますね。はい、次にですね、ここですね、この関数 def openf、ここはですね、ファイルダイアログを開いてですね、自分で処理すべき、表示すべきイメージファイルですね。写真のファイルを選択するというための関数になりますね。どういうことをやっているかというと、fp という、まあ、これオブジェクトですけど、イコール fd.askOpenFileName という、これはですね、先ほど読み込んだ tkInterFileDialogAsFD として、読み込んだライブラリーの中にある関数ですね。fd ask open file name というこの関数はですね、画面上にファイルダイアログを開いてですね、選択してファイルですね、イメージファイルを選択するとようにですね、促す、ための関数ですね。fd.ask open file name この関数によってですね、実際に画面上にファイルダイアログが開きますので、そこから、必要、処理すべき、表示すべきですね、イメージファイルを選択することになりますね。それを選択すると、その選択した、ファイルの、パスとファイル名がこの fp というオブジェクトの中に代入されるということになります。そして次、if 文になりましてね、もし、何か、イメージファイルが選択されますと、この fp にそのイメージファイルの、パスおよびファイル名が代入されますから、もし、fp の中に、それが、何らかの代入がされてですね、ファイル名が何らかに入りますとですね、ファイル名が入りますと、dphoto、dphot ですね、dphoto、それに引数として、この今、ファイル名の入った、ファイルのパスとファイル名が入った、この fp というオブジェクトを引数として、dphoto を呼び出すと。dphoto ってのは先ほど説明したですね、この上ですね。dphoto、df、dphoto、つまり、渡されたファイル名の、イメージファイルを開いて、そのイメージファイルにいろいろ処理をして、でその後、イメージを表示させるための関数に引き渡すというですね、この関数をここで呼び出す。つまり、ファイルダイアログを開いて、表示すべき、処理すべきイメージファイルを選択すると。そう選択するとそのファイル名が fp に入って、その fp を引数としてですね、この写真を実際に読み込んで処理をしてですね、表示する関数に引き渡すための dphoto という関数を呼び出していると。そしてここに来るわけですね。で、ここに来ると今度処理をして、次表示する関数に引き渡されて、この関数で、ね、実際に写真が表示されるという、こういう仕組みです。つまりこの3つの関数はですね、まずファイルを開く。そして、ファイルダイアログを開くですね。ファイルダイアログを開いて、ファイルを選択する。イメージファイルを選択する。選択したイメージファイルを引数として、この上の関数、dphoto、これを呼び出す。これを呼び出すと、引き渡されたファイル名の、イメージファイルを、読み込む。そして様々な処理を行う。そして、画像を表示するための関数に引き渡す。で、ここは、DISPL ですね。これは画面に、ウィンドウの中に写真を表示させるための関数であると。こういう形になります。そして、その下はですね、
実際に TK を使ってウィンドウを作るところですね。これはまさに前回説明した、まさにそのものです。ルートイコール tk.tk、tk インターを tk として読み込んでますから、そのライブラリーから tk クラスですね。ここからルートのインスタンスを、オブジェクトを作ります。そうすると、このルートはですね、この tk の中に入って設計されている様々なメソッドを使えるようになりますから、root.title でまず、ウィンドウに名前を付けて、ウィンドウの名前を付けてですね、root.geometry で、そのウィンドウの大きさを決めると。そしてボタンを配置するわけですね。ボタンイコール tk.button。tk ライブラリの中のボタンクラスですよね。それに引数は、まず表示する文字列をオープンファイル。そしてクリックボタンをクリックしたときにね、何をするかというですね、ことはコマンドイコール openf。つまり、このボタンが押されますと openf という関数を呼び出す。つまり openf っていうのはここですね。ファイルダイアログを開いて、表示すべき画像を選択するための関数につながっていく。そしてここで画像を選択すると、こちらの関数が呼び出されて、その名前の写真が読み込まれて処理をして、そしてこちらの実際にウィンドウの中に写真を表示する関数に引き渡されて、ここで写真が表示されるという、こういう仕組みでありますね。はい。で、このようにボタン、tk ボタン、オープンファイル、コマンド openf と、ボタンを押されたときは、この openf という関数を呼び出してくださいよという形になるわけです。そして最後ですね、ラベルです。写真を表示するためのウィンドウの中のラベルを設定しますね。写真を表示させるための、ウィンドウの中のラベル。これを im ラベル、イメージラベルですね。im ラベルとして、これは tk のラベルクラスですね。tk.label。tk ラベルの中にあるラベルクラス。これを、im ラベルとして、オブジェクトとして、インスタントとして、ここで設定するわけですね。そして、設定したボタン。ボタンを .place。x イコール190、y イコール100。左上から右に190、下に100、1対1から、ボタンを配置してくださいねと。で、このラベルも配置しなきゃいけません。ラベルはもう自動的に配置した場所でいいので、ラベル .pack。ラベル .pack。これですね、写真の大きさとですね、このウィンドウの大きさ大体同じにしてますからね、ウィンドウいっぱいに写真が表示されるようになりますね、これでね。はい、そして tk.main ループでですね、そのウィンドウを実際に画面に表示させると。実際にですね、そのウィンドウをクローズさせるまではずっと画面上にそのウィンドウを表示させるということになります。これを前回、勉強した通りですね。はい。そうしますとですね、これを実際に実行してみましょう。まずですね、じゃあ実行しますと、どうなるか。はい、このようにですね、まあ実行すると tk で、書きましたウィンドウが出てきまして、で tk でですね、タイトルをつけましたので、このようにフォトディスプレイというですね、タイトル、ここですね。tk.tk ルートでですね、それでジオメタリー 480× 横が480、縦が270ですね。そして、root.title ということでですね、ここのフォトディスプレイとね、このルートタイトルでつけたフォトディスプレイがここに表示されていると。そして、ボタンがここに配置されましてね、オープンファイルという名前がついてですから、このオープンファイルという名前をこのクリックするわけです。で、これクリックすると、コマンド openf ですから、この openf 関数ですね。openf 関数につながるわけです。で、openf 関数は、fd.askopenfilename という関数を使ってですね、ファイルダイアログを開いて、ファイルを選択してくれと促します。それで選択したファイルのファイル名とパスがこの fp に入ると。で、もし fp に何か入ったら、次に写真を実際に読み込む関数に引き渡されるということになるんですね。じゃあ実際やってみます。ここで open ファイルと押します。はい、そうするとこのようにファイルダイアログが開いてきますね。これ Windows の場合もそうです。これは Mac でやってますけど、Windows の場合も同じですね。このようにファイルダイアログが開きます。はい、自分の、Python の作業フォルダですね。Python のですね、皆さんの場合、プロジェクトフォルダ、作業フォルダが開いてくるはずですね。で、そこに、今日お渡ししたですね、イメージファイル、3つほどお渡ししてますけど、それをまあ選択します。まずこの im1105-01.jpg これを選択してですね、オープンしています。これを選択してオープン。はい、そうするとこのようにですね、tk で
作ったウィンドウの中にですね、このように写真が、まあ、表示されると。まあ、こういう流れになりますね。じゃあせっかく写真を3つ、配布しましたので、他の写真も、開いてみましょう。で、この写真閉じるときはですね、これですね、上のウィンドウを選択した状態ですね。ウィンドウを選択した状態で、左上のファイル、クローズですね。ファイルからクローズと、してください。そうすると、これでプログラムが終了ですね。それをしない限り、プログラムずっと動き続けますからね。必ずウィンドウを選択した状態で上からファイル、クローズをしてください。はい。そうしましたら次にですね、もう一度、実行してみます。はい。で、実行して表に出てこないときにはですね、右下の、このようにですね、Mac の場合には右下にですね、プログラムの、選択がありますので、Windows の場合も、下の方に、ウィンドウが隠れている場合があるので、ちょっと、ウィンドウをずらしてですね、実際に表示された、この TK で表示されたウィンドウを持ってきてください。そして、オープンファイル。じゃあ次にですね、今日渡した、IM1105-02 というのもオープンしてみましょう。はい、このように表示されるわけですね。はい。で、もう皆さんお気づきだと思いますけど、この縦横サイズっていうのはですね、ここでいうところの、最初のですね、ここですね、読み込んでるときですね、ここで OpenF でですね、ファイルダイアログを開いてファイル名を確定してですね、選択してですね、そのファイル名がここに引き渡されますと。そうすると、dphoto 関数でですね、渡されたファイル名で、実際に、そのファイル名が開くわけですね。開くときにこの、pillow の、ライブラリを使います。pil.image.open ですね。pil.image.open。これで、中にファイル名。これでファイルが開きます。これでファイルが開きます。で、ここでですね、何やってるかというと、.resize。.resize というメソッドをさらに行っています。.resize というメソッドは、写真の大きさをリサイズしてですね、指定した大きさです。なんでこの480/270にしてるかというと、これは左、今、下の方でですね、先ほどルートジオメトリー 480×270。先ほどですね、TK インターでウィンドウを設計したときにですね、480×270 の大きさにウィンドウを設計しましたので、そのウィンドウの大きさに合わせてですね、写真もリサイズしてですね、480×270。このドットリサイズ。で、ちょっと気をつけてほしいのは、これカッコ二重になってる。これカッコ二重になってますよね。カッコの中にもう一回カッコをして、複数のこの数字をカンマで、横と縦ですね。横と縦の、数字を480/270。これをカッコに入れて、それで、リサイズの関数のカッコの中にさらにまたカッコを入れて、カッコ二重にして、480/270とするところにちょっと気をつけてください。気をつけてください。括弧は二重になってますから、これ気をつけてくださいね。はい。まあ、ここでサイズが変わります。はい。そうしましたらですね、ここで、写真が選択、された写真がですね、ここで読み込まれて、リサイズされて、そしてですね、ここ何をやってるかというとですね、new image というオブジェクトに、読み込んだものをリサイズして、代入しているわけですね。new image というオブジェクト。これが、まあ、画像のオブジェクトになります。そしてこれ今ずっとシャープつけてるのはいろんな処理をしてるのを今全くやってないってことなんですけど、ただここで一つ処理をしてるんですね。何をしてるかというと、new image.save。new image.save。つまりここで言うと、読み込んだ写真のイメージファイルを 480×270 の大きさにして、リサイズして、それをオブジェクト new im、new image に入れてですね、ニューイメージというオブジェクトを作ったわけですね。で、このニューイメージというオブジェクトをドットセーブでですね、実際にファイルとして保存してるってことをやってます。ドットセーブ。カッコ、これですね、メイクイメージ、メイクイメージドット JPEG、メイクイメージドット JPEG という名前でですね、でクオリティ、品質95でですね、保存してますね。で、これ保存しますとどうなるかというとですね、ここのですね、作業フォルダーをですね、見ますとですね、このように作業フォルダーに確かにこの、メイクイメージ JPEG というのができてますので、メイクイメージ JPEG というのができてますので、これをですね、クリックしますとですね、このようにですね、写真が、まあ、
実際に保存されているということになります。はい。このようにですね、一つだけですね、これは保存するというところですね。newimage.save ファイル名、カンマのクオリティですね、品質です。で、これ、パス指定しなければ、自分の作業フォルダーですね、作業フォルダーにこのファイル名で保存されます。どっか指定したパスを入れればですね、そのディレクトリを指定してですね、保存することもできます。はい。そしてその後ですね、ディスプレイ関数を呼び出してます。newImage というオブジェクトをですね、つまり、この、表示すべき、画像のオブジェクトをですね、引数として渡して、このディスプレイという、関数に引き渡されて、そこで tk で、表示させるイメージに変換されて、実際にラベルにそのイメージとして代入されて、ラベルで表示するということをやってるわけです。はい、そうしたらですね、今度はここにいくつかですね、コメント化してる、シャープでコメント化してるですね、様々な画像処理、画像処理をやってるんですよね、ここはね。実際に画像処理をやってるんですが、このコメントした画像処理をですね、一つ一つちょっと説明をしてみたいと思いますね。次はもう保存する必要がありませんので、逆にですね、この保存する、この newimage.save をコメント化してしまいましょう。そしてですね、今度はじゃあ様々な処理を加えたものをですね、実際に画面上に表示させるということをやっていきたいと思いますね。それではまずこのは、クローズしましてですね。じゃあその、実際のですね、画像処理をですね、見やすくするためにですね、もうちょっと大きい、画面に表示するようにちょっと変えてみましょうか。今 480×270 にしておりますね。480×270 にしておりますので、これはどういうことかというとですね、実は19対6、横と縦の長さをですね、19対6にしています。9対16ですね。9対16、16対9ですね。16対9。16対9ですね。横、縦ですね。それに設定してるんですね。ですから、まあ、そのような、縦横比をキープしたままですね。ちょっと大きさを、変えてみたいと思いますね。そうしますと、そうですね。今度は800。横の長さを800。そして、縦を450というふうに、これも、9対16、9対16を守ってますね。そうすると写真の方もですね、それに合わせて800、450という形にですね、修正をしたいと思いますね。そうするとですね、このボタンの位置もですね、ちょっとこれではあまり都合が良くないので、そうですね、大体中心800ですから、まあ、380ぐらいに、370ぐらいですかね。370ぐらいですね。そして200ぐらいの位置にボタンを配置すると。こういうことでですね、ちょっと実行してみましょうか。はい。そうしますとですね、はい、このようにちょっと大きいウィンドウになりましたのでですね、画像処理がわかりやすくなると思いますのでね。これで、この大きさでですね、じゃあやってみましょう。ちょっとじゃあこのファイルをもう一回閉じます。はい、そうしましたらですね、まず読み込んだ画像をですね、白黒にするという画像処理を行ってみたいと思います。一番上のこの、コメントを外します。これコメント外しますとですね、これは何をしているかというと、読み込んだ newim, newimage というオブジェクトにですね、ドットですね、メソッドを加えます。白黒にするメソッドを加えます。ドットコンバート、カッコ、シングルコーテーションラージ L ですね、シングルコーテーションラージ L。ドットコンバート、カッコ、シングルコーテーションラージ L。これにすることによって写真をですね、カラーから白黒に変換することができますね。そういう画像処理を行うことができます。ドット、コンバート、シングルコーテーションのラージ L ですね。じゃあ、これでちょっと実際にやってみたいと思いますね。はい。実際にファイルをオープン。じゃあ、今度は画像3を開いてみましょうか。はい。このようにですね、白黒ですね。画像処理もまず最初の段階としてですね、白黒写真にするということを、まあ、行います。まあ、行いました。で、次はですね、
クロップと言いましたですね、これ、切り取りです。切り取りですね。ちょっとこれ、シャープ外しますけど、切り取りです。ニューイメージですね。ニューイメージ、ドットクロップ。このニューイメージを、ドットクロップというメソッドでですね、切り取るわけです。切り取りましてね、これはどういうことかというとですね、長方形に切り取るんですね。長方形に切り取るんですけど、左上の座標と、右下の座標を設定します。左上の座標が175、右下の座標が300、150というですね。つまり、左上が175の座標、右下、長方形の右下がですね、300、150という、その長方形でですね、写真を切り取る。そしてこれドットセーブ、クロップドット PNG と、クオリティ95ってなってますけどね。これ JPEG の方がいいですね。JPG にしておきましょう。JPEG ですね。JPG にしておきますね。で、そうすると、これ切り取ったものを、このクロップドット JPEG というですね、クオリティ95で保存する。切り取って、このファイル名で保存するということになります。で、白黒にしたもの、白黒のやつはちょっと外しておきますか。ね。そしたら読み込んだものをですね、長方形の左上の座標が175、長方形の右下の座標が300、150の長方形で切り取って、それをクロップ JPEG という形で保存をしますと。はい、じゃあこれでちょっと実際にやってみたいと思います。はい、ファイルオープンですね。そして、じゃあ最初、今日は01ですね。1105-01 のファイル。はい、これ、ですね。で、これ何ともなってないと思うんですけど、これ実際にですね、じゃあ、切り取ったものが保存されています。作業フォルダー見ますとですね、ここに、クロップ JPEG というのがありますので、このクロップ JPEG というのを開いてみますと、まあ、ここの部分ですね、ちょっとわかりづらいかと思うんですけど、ですね、ここの部分、ちょっとですね、わかりづらいと思いますが、ちょうどここの部分ですね、座標で言うと、いくつですかね、175-300-150ですね。ですから、左上が00ですからね、右に150、下に75行ったところから、右に300、下に150行ったところですね。だいたいだからこの辺あたりが切り取られた。この辺あたりが切り取られたってことですね。で、これがこの辺あたりが切り取られた画像がこのように保存されているということになります。このようにですね、指定した場所を切り取るということができるようになります。はい、それではですね、こういうこともできますし、じゃあ次ですね、フィルターをちょっとかけてみたいと思いますね。フィルターですね。じゃあ、ここは切り取りのところはもうコメント化しますね。コメント化しまして、次にちょっとフィルターをかけてみましょう。フィルターはですね、フィルターの前に回転もかけます。newImage.rotate.rotate ですね。ここですね。.rotate ですね。.rotate。これは回転です。.rotate90 で90度回転させます。.rotate90。90度回転させます。回転させた上でですね、ドットフィルター、ドットフィルター、ドットフィルターっていうのは PIL イメージフィルターですね。上に、これ読んでますね。ライブラリでここ読んでます。ここです。PIL ドットイメージフィルター。このライブラリの中に入っているフィルターを使うわけですね。ですから、ドットフィルター、括弧 PIL ドットイメージフィルター、ドットガウシアン。ガウシアンブラーですね。ブラーっていうのはですね、画面を歪めてですね、歪めてしまうような、そういうフィルターですけどね。この中に引数に数字を入れておきます。強さですね。強さ、今3でかけてみますけどね。こういうように、まず90度に回転させる。ここで90度に回転させた上で、フィルターとしてですね、ガウシアンですね。ガウシアンブラー。ガウシアンブラーという、フィルターをかけてみたいと思います。はい、そうしましたら、やはり開きまして、はい、先ほどと同じ位置を開きますかね。はい、このようになります。90度回転してますから、横に回転しますね。このように90度、横になってます。回転して横になって90度回転してます。その上でなんか、
こう、なんていうんですかね。ぼやけた感じになってますね。ぼやけた。これがブラーですね。ぼやけた感じですね。その、このぼやけた感じの強さを先ほどの引数、今3で加えてますけどね。引数を変えることによって、この、ぼやけ方も、調整できるということになりますね。まあ、画像処理用のソフトウェアと同じようなことがですね、この Python 上でもフィルターをかけることによってできるようになっているということなんですね。はい。じゃあ、いくつかですね、フィルターの種類がありますのでね、次に、ちょっと別のフィルターをかけてみたいと思いますけど、今度は同じようにですね、new image.filter、括弧 pil.imagefilter のモードフィルターってやつが、モードフィルターを12、かなり強くですね、モードフィルター12、かなり きつめにモードフィルターをかけてみたいと思います。はい、そうするとどんな風になるかというとですね、画像処理ですけど、今度、オープン。2番。はい。このようにですね、ちょっとモザイク状の、はい。何でしょうか。これはですね、水墨画っていうか、まあ、人が描いた絵のような形にですね、フィルターをかけて表を見せるってるんですね。で、実はですね、こういうフィルターっていうのはですね、重ねてフィルターをかけることができましてね。で、これ、まあ今見ててください。これ、このようにですね、ちょっとモザイク状の絵みたいにですね、するわけですけど、その上で先ほどのガウシアンブラーっていうのをさらにかけてやる。ね。これをかけた上で、さらにこの先ほどのですね、ブラーっていうのもかけてみるとですね、二重でこのフィルターかけてやるとどうなるかっていうのをちょっと見てみたいと思うんですけど、同じようにですね、じゃあ同じ、2というのをですね、開いてですね、やりますと、はい、こういう。ちょっと、まあ、ブラきつすぎたかな。ちょっとわかりづらくなっちゃいましたけどね。モザイク状でさらにその上にブラをかけてると。まあ、こういうこともできるわけですね。はい。まあ、いくつかフィルターがありますのでね、ちょっと紹介をしていきますが、次にですね、はい、紹介するのが、はい、よいしょ。このですね、同じように、new image.filter、括弧 pil.imagefilter.maxfilter ですね。maxfilter で引数5を与えてちょっとやってみましょう。maxfilter ですね。で、これ今全部、フィルターかけたものをさらに元の、オブジェクトに入れ替えてるんですね。元のオブジェクトを new image に入れ替えて、それを表示してるんでね。じゃあ今度はですね、maxfilter に5という引数でですね、強さでですね、かけてみたいと思います。はい。こういうフィルターがですね、使うことによっていろいろなですね、表現ができるんですね。まあ、このようにちょっとモザイクっていうかね、ちょっと先ほどとはまたちょっと違うと思いますね。もうちょっとモザイク状のような形にしている。まあ、こんな、フィルターでありますね。はい。さらにですね、じゃあ、マックスフィルターですね、もう一つじゃ先ほどのモードフィルターっていうのを見ましたけど、このマックスフィルターとじゃあ今度先ほどのモードフィルターっていうのをですね、マックスフィルターをかけてモードフィルターっていうのもじゃあ今度ですね、ダブルでかけてみるってこともちょっと実験的にですね、試してみたいと思いますね。はい。はい、そうしますとこのようにですね、こんなようになります。まあこのようにですね、まあ、これはですね、まさにフォトショップのようなですね、画像処理ソフトとほぼ同じようなことが、まあ、Python 上でもいろいろできるということなんですけどね。この Pillow というですね、画像処理ライブラリを使えばですね、このように様々な、単に画像を表示させるだけではなくてですね、画像のですね、このような様々な加工もできるということなんですよ。はい。はい。そうしましたらですね、じゃあこれフィルターを使ってやったんですけど、じゃあ何もフィルターも使わないでね、ちょっと面白いことをやってみたいと思うんですが、今フィルターを使ったんですが、全くフィルターを使わないでね、例えばモザイク状の映像を作り出すことができるというのをちょっと一例として示したいんですけどね。何かというとですね、ここにですね、ありますが、よいしょ。この読み込んだですね、指定したイメージファイルを読み込んで、そしてそれを new image というオブジェクトに入れてですね、でその new image というオブジェクトをさらにまたリサイズするんですね。ここでリサイズ8045。
最初800、450ですからね。最初リサイズ800、450ですから、それを10分の1の大きさにリサイズしてるんです。で、その10分の1の大きさにリサイズした上で、また元の大きさに戻してやるんですよ。800の400で、また元の大きさに戻します。そうするとどんなことになるかというとですね、これ、実際最初ですね、この850、450を880、45にしますとですね、画素がですね、それだけ、まあ少なくなってしまうんですね。写真を構成する画素数がですね、こんだけ小さくなってしまいます。少なくなってしまうんですね。構成するですね、画素数が少なくなってしまうわけですね。80、45ってですね。で、その80、45に少なくなってしまったものを元の大きさにまた無理やり引き伸ばしますから、要するに画素数が少ない800、450という形ですね。元の800、450がですね、10分の1の大きさ、ね、それぞれ縦横10分の1の大きさになりますから、画素数は、非常に小さくなる。その小さくなった画素数をまた無理やり元の大きさに戻してますからね。これは大きさは同じでも画素数は 80×45 の画素数そのものですから、結局ですね、モザイクのようにですね、ボケたような画像になるんですね。これはフィルターは全く使ってないんですけどね。単にリサイズをちっちゃくしてまた大きく元の大きさに戻すというだけなんですけど、これはフィルターかけたのと同じような効果があるんですね。ちょっとやってみましょう。このようにですね、フィルターを使わなくてもですね、この大きさをリサイズ、一度小さくしてまた元の大きさに戻すということをやるとですね、まあ、こんなようですね、ちょっとブラーをかけたような、なんていうんですかね。まあ、つまり、10分の1の画素にしてまた元の大きさに戻しますから、大きさは元に戻ってるんですけど、画素は少ないもんですからね、こういう、まあ、ちょっとフィルターをかけたようなですね、ちょっと、ぼやけた、ね、ブラをかけたような、こういう、画素になる。ね、これはフィルター全く使ってないんですけどね。ただ、リサイズを、小さくして大きくするというリサイズをやった。まあ、一つの、まあ、テクニックといいますかね。そういうことになります。まあ、そんなことをやってます。はい。大体まあ、こんな形ですね。今日はですね、このように、ピローというですね、画像処理ライブラリーを使って、Python を使ってですね、イメージファイル、画像ファイルを表示させる、TK インターで作ったウィンドウ上に表示させるってことですね。ボタンを押して、ファイルダイアログを開いてですね、そこから、自分が開きたい、表示したい、処理をしたいイメージファイルを選択して、そしてそれを TK のウィンドウ上に表示させるというね、TK のウィンドウの中に配置したラベルですね、ラベル上に表示するということをやりましたね。いくつかライブラリの使い方、そしてまた、ピローの中に入っているですね、フィルターによって様々に、画像を処理できる、画像処理をすることができるということですね。そういうこともですね、ちょっと、実際に勉強してみました。はい。それではですね、ちょっと長くなりましたが、今日のところもう一回復習をしていただきたいと思いますね。はい。今日はこれで終わりにしたいと思います。